はい、こんばんは。FM ルーシンドウです。今日もね、撮影をねしていきたいと思うんですけれども、今年一応今までのね放送回数、メインの放送回数に番号が振ってあるんですけれども、2000回に行きそうだっていうことでね、一応年末までにあと5日間か、もうでも26日になっちゃいましたね。クリスマスも過ぎてね、26日になってあと5日、残り5日なんですけれどもね、メインの番号2000番になるようにね、今毎日ネタを考えたりね、動画を撮ったりしています。で、来年の FM 流進堂のスケジュールなんですけれども、だいぶね今忙しくなりそうでして、でちょっとアルバイト的なね、なんていうのかな、そういうちょっとサイドビジネス的なね感じで、仕事をするかもしれないっていう予定が今ありまして、でちょっと今お正月過ぎた後ちょっとしばらく忙しいので、その一段落ついた後にちょっと仕事でもしようかなっていうような状況です。そういう状況なので、こう毎日正直ね YouTube 撮る時間があるのかどうかで、時間だけの問題ではなくて、やっぱり YouTube 毎日こう話をするっていうことは、毎日こうスピーチをするためのネタを探したりとか、共同ことを話ししようかなっていうことを、考える時間であったりね、そういう時間も含めての、撮影であり動画のアップロードなので、そういう全体的な話ですよね。全体的な話としての時間があるのかどうかっていうのがちょっと今読めなくてですね、とりあえず年内はね頑張って投稿は続けようと思ってるんですけれども、来年はね、かなり投稿の頻度が落ちるかなっていうような感じです。で、ちょっとね、最近いろいろな、結婚してから自分の中の価値観っていうのがいろいろ変わったりして、それで奥さんのね、意見なんかも結構強かったりするんですよ、家の中でね。で、全員が納得するようなこう生活スタイルであったりね、仕事のスタイルであったり、収入であったり、いろいろなこうことを今一つ一つね解決していかなきゃいけない時期なので、僕個人が抱えている人生のね課題みたいなものもあるし、そういうのを一つ一つね階段を上っていくように、クリアしていかなきゃいけないっていうことがあります。で、ちょっと僕もね、自分の人生の中でちょっと反省しているところがあるんですけれども、僕はね、大学本当に親に行かさせてもらっていたことは本当に親に対して感謝しているし、大学時代もね、ティーチングアシスタントっていうね、大学内のバイトですよね。アシスタントをね、大学のアシスタントのバイトなんかもしたりしてたんですけれども、やっぱりやれることが限られているので、ちょっとこう、なんていうのかな、大学院まで行かさせてもらって、ことには親に対してはすごい感謝しているんですけれどもね、その一方でやっぱりその、なんていうんですかね、会社員的なね、ことをしてきたことがなかったので、そういう意味でね、結構、社会経験がないというかね、そういうことを言われてしまったりをしています。で、それは僕自身も、自覚しているところもあるんですけれども、人間で、その自分の弱点を克服するために生きた方がいいのか、自分のこう特徴を伸ばすためにというかな、個性のいいところを伸ばすために生きていった方がいいのかっていうことは、僕の中でもね、僕の中では答えは割とあるんだけれども、たくさんの人のこう間の中で生きていくためにはね、バランスを取った生き方を選択しなきゃいけないっていうこともあるので、とりあえず、僕の中ではね、
まあ、一つ一つの今目の前にある課題をクリアしていきたいなっていう気持ちで、来年2018年ね、今まで避けてきたこととかね、やっぱり僕は自分が目標とかがあった時にこうストレートに行きたいなって思っちゃうタイプで、他のことがね、同時に2つ3つあまりできるようなね、器用さがないので、まあ、なるだけこう最短距離で進んでいこうとしていこうとするところがあるんですね。それがあんま良くないかなと思ってるんですね。やっぱりとある、最短距離じゃなくても遠回りしてもね、まあ、目的にたどり着けばいいじゃないかというようなことで、まあ、あえてね、あえて回り道をする人生を選ぶということも、まあ時には必要なのかなっていうふうに思ってます。まあそんな形でね、来年なんかこうちょっと僕にも想像つかないような仕事に就いているかもしれないし、仕事をしているかもしれません。またそれはもうあまりね、仕事のこととかはこういうね、YouTube では言えないようなこともあると思うので、まああまり言えないかもしれませんけれどもね、まあ、一応今こんな感じで生きてますっていうことをお伝えしたいと思います。まあ本日こんな感じで、ありがとうございました。